さあじゃあ第10話。おーい。お、戦国。そっちは何か見つかった？いや。お、ジミーズ。いや、ダメだ。俺たちの方も収穫なしだな。ダメなんか。地道な作業は苦にはならないが、さすがに目が疲れてきた。おお、疲れ様です。一回休憩にしようか。ガーネットどころか天然石も見当たらないな。なあ、もしかしたらもう取り尽くされてるんじゃないか。ああ、そういうこと。見つけたらラッキーなんて思ったけど、ジミーズも疲れてきてるっぽいし、これ以上俺の希望に付き合わせるのも悪いかな。よし、二人は休んでてよ。え、でも大丈夫、俺のラッキーですぐに見つけちゃうからさ。ならもうちょい早めに見つけてほしかったと思うとか思わないとか。どうなるんだろうね。ダメなんかい。あれ、いつの間にかジミーズがいなくなってる。飲み物でも取りに行ったのかな。なんだ、一人で何をブツブツ言ってやがんだ。阿久津いるのか。阿久津ここにも。もしかして手伝いに来てくれたの。ああ、なんでてめえの石探しなんざに付き合わねえといけねえんだ。ああ、中腰での作業だし、重い砂利をふるいにかけたり、いいトレーニングになると思うんだけどな。興味ねえ。残念。それじゃ話し相手になってよ。お、食い下がる。軽く始めた採掘が結構大変でさ。でもそろそろ諦めた方がいいのかも。え、諦めんの？空回りしてるみてえだな。ああ、まあ、うん、そうだね。たく、てめえが見つかると思ってんなら探せばいいだろ。泣き言言うんじゃねえよ。ん？これ応援してんのか？え？これ応援してんのか？それって見つかるまで諦めるなってこと？知るか。応援してるな。応援してるね、これ。まさかの激励の言葉ですよ。今のは阿久津なりに応援してくれたってことかな。おい、何ニヤニヤ笑ってやがんだ。いや、なんでもないよ、ありがとう。ちやる気も出たし、今まであまり探してない場所を見てみようかな。この辺りは石が多くて後回しにしてたけど、カッコが多いね今回戦国。これってもしかして、え、見つけたんか。さすがに早くないか。もう夕方。いや、阿久津のおかげでまさか翡翠が見つけられるなんて。翡翠、なんか変なん見つかったよ。しかも鑑定してくれた博物館のスタッフが驚くほどいいものってすごいことだよね。すげえ。結局その石は博物館のものだろうが。そうなの？マジか。まあまあ、博物館への寄贈なんてなかなかできないし、逆にラッキーな体験だよ。逆に。じゃあ残念なことはもう認めているんだね。ね。それに石がなくても阿久津が応援してくれたことに変わらないだろ。覚えがねえな。言っちゃった。んじゃ。帰っちゃった。そういうことにしておこうかな。そういえばジミーズは最後まで戻ってこなかったけど、どこに行ったんだろう。帰ったんか。もう帰ったんだ多分、先に。結局ガーネットも見つからないまま。お、いた。帰ってなかった。帰ってなかったのか、もしくは一旦帰ってもう一回来たのかのどっちかだ。ここにいたのか戦国。あ、2人とも今までどこ行ってたの。ああ、ちょっとこれを探してたんだ。え、まさか。これって石のかけらかな。なんか鈍感じゃね。なんかいい石なのっていう聞き方にならんか普通。ただの石じゃないぞ。ほら、ここを見てくれ。あれ、赤い石が埋まってる。もしかしてガーネット？よかった、やっぱりそうだよな。すげえ。やるじゃんジミーズ。
さすが。ああ、戦国には普段から助けられているし、絶対に見つけようって二人で話してな、なんていいやつなんだ、なんていいやつなんだ。だからいろんな人に話を聞きながら川のあちこちを移動したんだ。でもこんなに小さいと本当に効果があるかなんてわからないけど、よく見たら二人とも泥だらけになってる。俺のためにそんな真剣に。そうだよな、本当いいやつだよな。あれ、でもこの石、ん？なんだ？どうした？どうしたんだ？いや、二人がガーネットを見つけてきてくれたのが嬉しくてさ、思わず見入っちゃった。なんだそりゃ。ありがとう。俺の方こそありがとう。頼りになる部長と副部長に感謝してる。そうだ、戦国って副部長ですらないんだもんな。んじゃ。こんなにメインメインしてるのに。これからもよろしくね、ジミーズ。だからその呼び方。ほら言われてるよ。まあ今回はいいか。今回はいいんかい。それじゃ。暗くなるし帰ろうか。お、さすが中学生。暗くなる前に帰ろうとしている。偉い。うん。大分きれい。大分きれいじゃねえ。だいぶきれいになったかな。お、お、ぶんだ。もしかして、河原で見つけた石？そうだね。せっかくだから磨いておこうと思って。へえ。俺たちは見つけられなかったんだよな。この赤い粒がガーネットか。ああ。そう見えるよね。実は石の成分の影響で赤色が濃くなってるだけなんだって。ふーん、じゃあ違うんだ。残念。水に濡れると光って見えるから宝石と間違える人も多いんだってさ。鑑定してもらえばよかったのにな。あ、ジミーズに隠れてこっそりしてもらったんかよくわかんねえけど、なんだろう、ジミーズは鑑定してもらわなかったってことか。ん？つまりは普通の石ってことだよな。そうだね。でも俺にとってはとっても大事な石なんだ。へえ。んじゃ、恋愛運アップの石よりいいお宝を見つけられてよかったじゃん。そっちもそっちで欲しかったけどね。まあ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 、ガーネットはなくても水晶の花にはお願いできたし、効果が出るのが楽しみだな。本当にカッコが多いな今日は。あ、ここで終わるのか。さ、エピローグなんだけど、ようやくテニスコートが現れましたね。ラッキートレジャー初のテニスシーンがエピローグというね。 はい、来た。クラウザー、そら、ブンター。いや、テニスしてるね。やっぱテニスの王子様っていうぐらいだからね。あ、テニスするよね、それはね、当たり前のように。ありゃ、いや、テニスしてますね。よっ。へえ。今日はいつもより調子が良さそうだな。うん、絶好調。実は朝見た占いで全体運が良くてさ。占い。これはもう水晶の花の効果が出てるって思っちゃうよね。お、こんなに早く効果が出るんですね。本当にそうなのかな。まあ本人のモチベーションアップになってるみたいだからいいんだろうけど。そうそうなんよ、結局気の持ちようなんよ。調子がいいって言うなら相手になってやろうか。やばい気がする。真剣勝負はダメなんだよね。ぜひ遊び感覚でやっていただきたい。先輩たちも今から自主練ですか？そうだ。ほう。朝の散歩でフラフラしてたらこいつに捕まっちまった。ラケットを持ってコートに向かっていたから声をかけただけですが、それ散歩か？それ違くないか。普通に練習しようと思ってたよね。おっと。いや、それよりも今は練習だったな。相手になってもらえるか。はい、あの、よろしくお願いします。お、じゃあこの3人、え、この3人でやるってこと？んじゃ、俺の相手はお前らだな。ほう。ん？この2人、俺たち二人相手でも余裕って感じ？あー、そういうことなんかな。まあ、リホーグがね、強そうなんだよね。まあ、だからいけちゃうってことなんかな。うん。だね。よし。今日は絶好調だし、いつも以上に頑張っちゃおうかな。あ、ここで終わった。なるほどね。はい、
つうわけで、まあジミーズがせっかく拾ってきてくれたから何でもない石だけど大事にするよっていう話だったね。はい、いやーよきよきのよきでしたね。ジミーズが活躍するとねちょっと嬉しいよね。はい、つうわけでラッキートレジャー見てみましたということで、いかがでしたでしょうか。この動画を良きと思っていただいた方はチャンネル登録、動画の拡散、高評価、コメントなどなどしていただけるととっても嬉しいです。ではご視聴ありがとうございました。また見てねー。